こんばんは。3月28日月曜日午後10時30分を回りました。ヨンゴヒンゴの夜、第140回。ああ、もうすごいですね。140回になりましたね。今夜もどうぞよろしくお願いします。週の仕事の始まり、月曜日ということで、よし、力入れて、また支援物資の仕事、活動をしようと思ったんですけど、なんかね、思うようにはいかないのが世の中で、お電話が、一本のお電話が入りました。2月26日、ちょうど約1ヶ月前のことなんですけれど、au のスマートフォンに関する不具合がですね、2月の11日に購入してもすぐにいろんな不具合が出たんですけど、まあ、初めは僕がね、慣れてないから、いろんなエラーが出るんだろうなと思ったんですけど、まあ、使っていくうちに、どうもね、メールだけがおかしいんですね。いわゆる au のメールは EasyWeb のメールなんですけれど、それは専用の、メールのアプリがあって、メールアプリを使って受信送信するんですけど、どうもそのメールアプリの調子がおかしいんですね。購入してすぐに au の簡単決済を使って、音楽をダウンロードするサイトの契約を行ったんですね。それが2月の12日にやったんですけど、すぐさま、サイトの登録完了のメールと、au の簡単決済ご利用の、メールが3通ほど来ました。その時は結構問題なくメールは使えてたんですけど、その後になると、今日来るはずのメールが来なくて、昨日のメールが今日着いたり、今日のメールでも、午前中のメールが午後に来るとかね、結構メールの遅延とか、そういうのがあったんで、ちょっと調子が悪いなぁと、うすうす感じたんですね。で、決定的なのが、2月の20日過ぎに届いたメール、さっきの、au 簡単決済の完了メールと、サイトの登録メールの、2月12日の3通のメールが、2月22日か。10日後に、また送ってきました。あれ？日付は2月の12日。あれ？これ一回見たよね？でも、そのメールは一応、保存してましたので、あれ、同じメールだっていうふうに確認したんですけれど、なんかね、やっぱり端末の問題なのか、メールを送信する au のメールサーバーの問題なのか、まあ、そこ判断がつかなかったので、2月26日にメールの自動受信ができないっていうのと、メールの受信の遅延、遅れてくるっていうのがあるので、調査をお願いしますって言ったら、au のお客様センターの、上席オペレーターって言って、オペレーターの皆さんをまとめている親分、がいらっしゃって、男性の方がね、その方が、じゃあ、きちんと調査をしてお答えを出しますんで、よろしくお願いしますと言ったんですね。まあ、その彼とのやりとりは、ずっと昔の、ヨンゴヒンゴな夜でお話をしてたんですけど、とその頃からツイッターの方でもいろんな不具合情報があるということで、なんでその au は、自分とこのホームページにそういった不具合情報を掲載しないのだ。情報を隠してるんじゃないかっていうのは、ツイッターが結構あったんで、上席の担当者に言ったんですよ。
ね、発売したばかりの携帯なので不具合が見つかるとオタク au の売り上げに響くんですよね。だから発表しないんですよね。だから、はい、その通りですというふうにもあっさりと認めてました。その上で、じゃあ調査をしますということで、調査結果、いつ来るのかなというふうにして待ってました。もう来ないんじゃないかなと思ったんですけど、今日、電話がありました。で、その前回の担当とは違う男性の方のお電話だったんですね。その内容、驚きました。もう力が抜けたというか、今日やる採用の内容を全部忘れてしまうほどのショックを受けました。大谷様からご依頼がございました。メールが自動受信できない、メールのトラブルに関する調査の結果ですが、原因不明です。え？まずこれ、え？と言いましたね。え？はい？何ですか？って、1ヶ月あったわけですよね。で、調査しますって言って調査されたんですよね。これ、原因不明なんですか？はい、申し訳ございません。大谷様のような、メールに関する不具合が多数お寄せられていますと、それらの内容を一件一件確認していたんですが、どれも似たような症状ではなく、すべて個別に対応してまいりましたと。ですんで、大谷様と似たような症状をお持ちのユーザー様は、いなかったので、だから原因が不明なんですよ、っていうようなことを説明されてました。え？って僕だけなの？っていうふうに思ったんですけど、もう1ヶ月あったわけで、もうその昔の電話でもね、一番最初の電話でも、これは携帯電話の端末ではなく、お宅の au のメールサーバーに問題があるんじゃないですか？って言ったんですね。今日の電話では、いや、それは確認できておりませんと。メールサーバーには問題ないですと、のことを言ったんですけど、僕はね、メールサーバーの方にも問題があるんじゃないかなと思うんですよね。大震災が起きる前、3月11日以前は、メールの遅延といっても、さっき言ったように、1日2日遅れる。または、ちゃんとその日にメールが来るっていうことで、遅れてはいましたけど、まあなんとかメールが来てました。でもね、3月11日の大震災以降になった時に、2、3日分のメールがまとめてボンと来るとかね、いうのが頻繁に起きてまして、今日も、昨日のメール含めて16通まとめてボンと、と来たんですね。なんかそのメールが遅れてくるっていう回数が3月11日、1日以降頻繁に起きてるんですね。それ考えた場合に、場合少なくともその大震災による影響っていうのはあるんじゃないかなと思ったんですけど、その点に関しては今日の担当の話はきっぱりと否定していましたけど、じゃあ、どこに原因があったのかっていうところの肝心なところは説明がないというか分からなかったということなんですね。じゃあどうすればよろしいでしょうかっていうことを逆に質問をしたら、はい、つきましては、IS04 の、基板の交換をお願いしたいと思います。お近くの au ショップに、IS04 をお持ちいただいて、修理の依頼をお願いしたいと思います。ということを言われたんですね。僕、基板の交換っていうのは、2月26日のお電話の際にも言ってるんですよ。初期不良じゃないでしょうかと。ね、新品への交換、または基板交換が必要だと思いますよ。言った。その時に担当の方は、いや、新品交換も、基板交換もできませんと。
言ったんですね。はっきりと。できませんと。なんでできないんですかって言ったのに、原因がわからないから、不具合のね、原因がわからないから、基板交換、新品交換、何もできませんということで、調査をしてから、判断しますと言われたんですけど、その調査も原因不明で何もわからないと。だけど今回は基板交換しますと。あれすごい矛盾したような話を平気で言うんですね。あ、そうですかと。で、基板交換をしましたら、この不具合というのは完璧に治るんですよね。って言ったら、また担当者があやふやなこと言うんですね。治る可能性もありますし、治らない可能性もございますと。まあ、そういったこと発言するから、またカチンときますよね。治らない可能性もあるんですか？何のために基板交換するんですか？たら、治る可能性があるからですと。いや、治らない可能性も半分半分であるんでしょうと。そういったあやふやなことを、おたくらが言っていいんですかと。ね、そんなこと言ったら、会社の信用にかかるんじゃないですかと。ね、そんなこと言うんだったら、きちんとね、私の au の機種別のサイトに IS04 に関する不具合っていう情報を載せてね、基板交換しますと、いろんなことを変えたらどうですかって言ったら、やはり今日の担当者も、そんなことやると売り上げに響くということを案に認めてました。自分の会社優先で、お客の不具合は後回しということで、なんかね、担当者変わっても考え方はみんな同じなようでした。もう拉致が開かないから分かりました。じゃあ今から au ショップに行きますって言って、au ショップに行ったんですけど、au ショップは au ショップで、何の情報も持ってないんですね。ですんで、またゼロから店員さんに説明しないといけない。しかも、au ショップって代理店ですから、au が代理店に情報の開示もすることもございません。だから、客が、157にどういう状況で電話をして、オペレーターがどういう対応をして、au ショップにどういう指示を出してるのかっていう情報は、全く au ショップには入ってないんですね。ですんで、2月26日からのいくさつを、またそこで話をする。また店員さんが、157のオペレーターさんと同じように、どっかにお電話をして調べると。もういいですよ、と。そこ分かってますから、まあ、今日は、修理の依頼に来ただけです、と言ったんですけど、いや、確認しないといけないので、ということで、またあちこちお電話してるんですよね。余計に時間かかっちゃうんですよ。だから、なんていうか、システムが悪いというか、不具合情報の共有というのは、157のセンターでは、各オペレーター同士で横のつながりはあるんですけど、僕らユーザーの一番身近な au ショップに対しては何の情報も開示してないということなんですね。しかも、お近くの au ショップに修理を依頼しろって言われて、行った時にそこの au ショップに代替機がないと。その間4週間ほどかかる修理に対する代替機がないということだったもんですから、ね。センターの方では修理をお願いします。au ショップの方では代替機がないということで、そのあたりの情報交換も全くできてないわけなんですよね。まあ、いちいちセンターがね、今から大谷さんが、お宅の au ショップに行きますので、代替機のご用意をお願いしますというようなところまでは、まあ、サービスはしないのは分かってますけどね。せめて、僕の不具合情報というのは、
au ショップでも共有してもらいたいなということでした。まあ au ショップでも店員さんもかわいそうだなと思いながら、まあ、とりあえず持って帰りました。あります。特に。あります。っていうかね、今年度末で、新規のパソコン教室のお問い合わせが結構入ってくるんですね。それでまあ、電話帳なんかも、もうすべてこっちの方で管理してますんでね。大体駅で電話があった場合に、また連絡帳の整理もしないといけないし、まためんどくさいので、ちょっと新年度、開けるまで、様子を見ようかな、というふうに思い始めました。うん、で、また家に帰って、先ほどの、どうしても調査の結果、原因不明、即基盤交換という流れが、どうも腑に落ちない部分があったもんですから、再度、また家に帰って、157に電話をして、どうも腑に落ちないと、基盤交換すれば済むという問題ではないと思いますと。ね、調査するって言って、期間を置いて、その結果、原因がわからないっていう流れっていうのを、もう少しユーザー側に情報開示をしないと、安心して携帯が使えないんですよね。携帯電話であれ、スマートフォンであれ、ニュージーランド地震で今回の東北地方太平洋沖地震を見ると命をつなぐ情報手段の一つとして携帯電話やスマートフォンがあるわけなんですよね。そういった情報手段のために携帯キャリア、au、ドコモ、ソフトバンクは常日頃情報インフラの整備を行う必要があるんですよね。新網だけでもソフトバンクの通信網が弱いからソフトバンクで通信網の強化をお願いしますっていうような依頼をしましたけど、残念ながらその後何も返事はないんですけどね。こんな風にして困ってる人、何かあるかわからない、助けを求める人っていうのはやはりこういった携帯、スマートフォンに頼ると思うんですよね。その時にメールを送っても、例えば SOS というメールを送った場合に、そのメールはすぐにつかないといけないのに、1日後についたらどうなります？助かる命も助からないということになっちゃうんですよね。で僕が、まあ、口を酸っぱくして言うのは、今回も大震災があって、たわけですから、そこで結構携帯電話とかメールなんかも、使われてるんですよね。自動受信ができない、メールが遅れていると、ね、そういった場合にもし明日西日本でも九州でも宮崎でも、いや僕が交通事故に遭った場合、助けを呼びたい場合、メール送ったりする、届かないね、ということにもなりかねない状況なんですよね。だから端末が悪い、修理をしますっていうのも分かりますけど、情報インフラ、メールサーバーとかは大丈夫なのかということはね、常日頃確認しないといけないし、一番身近である au ショップ、保守管理を行うお店が情報を共有してないというのが、これは一番大きなネックだと思うんですよね。いわゆる避難場所に物がないのと同じなんですね。駆け込んでいった au ショップに情報もない、代替機もない、何もないということになってくると、ある情報難民になると思うんですよね。だからそのあたり、オペレーターさんとかマニュアル通りで申し訳ございませんを連発してましたけど、それでいいの？というところ。なんですよね。だから大震災を受けて、携帯会社はどうあるべきだということのビジョンっていうのが、トップだけじゃなくて、末端のオペレーターまでちゃんと行き渡って、どうすべきだということを、
考えていく必要は、これ十分になると思います。それで、まあ、タイトルに IS-04、不具合、戦争クエスチョンマークって書いたんですけど、これある意味戦争だと思うんですよね。会社側は、au 側は、利益追求、金儲けたい。ね、僕らは、情報の手段として、つながっていきたい。何かあった場合の緊急の連絡方法として、携帯電話を使う。そのあたりの、なんていうかね、うまくそこのあたりを調整していければ、問題ないかと思うんですけど、まあ、これまで通りの、マニュアル通りの対応っていうのは、通じなくなると思いますけどね。裏表がありすぎるんですよね。でも担当者ははっきりと、お客様の、不具合よりも au の売り上げを優先しますっていう本音をちらっと言うぐらいですからね。うん、そのあたり、ある意味、会社側とユーザー側の戦争なのかなっていう気もしますけどね。まあ、これが、ソフトバンクだったら、孫さんはどう対応するんだろうかなっていう気はしますけど。まあ、iPhone はね、そんなに大きな不具合はないし、ユーザー数も多いからいいんだけど、au なんか IS01、02、03、04、05、06と、i2 で、どん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 って発表したからね。それで結構、いろんなトラブルが起きてると思いますよ。ね、ドコモやソフトバンクに追いつけようとしてやったんですけど、ちょっと、早急すぎますね、動きがね。だから、僕の友人で、04買いたいと。いう人がいるんですけど、買うなと言いました。まだ、スマートフォンを買う時期は、あと1年か2年待てばいいのかなと思いますね。いわゆる言っちゃ悪いけど、僕らが人柱として、実験台として、まあ、いろんな嫌な思いしながらね、スマートフォンの便利な使い方、ほんとスマートな使い方を、ユーザー側から変えていかなければいけないと思います。今日のオペレーターさんも言ってました。出荷する前に何百何千何万回と、試験を繰り返してますと。ただ、その試験を行っても、我々でも分からないことはいっぱいありますと。本当はそういったことがあったらいけないんですよね。だけど、ことスマートフォンに関してはね、au さんでもわからない原因が不明って部分もあるんで、だったらもっと情報を開示して、僕らユーザーの方でもね、そういった快適に使えるようなスマートフォンのために、いろんな提言をしたり、アイディア出したりね、アプリ作ったりね、ということもできるんだね。で本当は、まあ、喧嘩する相手ではないと思うんですがね。まあ一番大きいのは、命をつなぐ情報手段の一つとして、携帯電話、スマートフォンがあるんですよ、ということをね、肝に銘じてほしいな、というふうに思います。というところです。まあね、なんでしょう。あまり怒ってばっかりいるのも嫌なんですけれど、まあ au さんもね、分かってると思いますよ。僕の言いたいことも。会社の人の顔と、個人としての顔というのもあるんでね。でも本音をね、ズバッと言えばいいんですよ。ね、はい、ということで今日は、大震災の支援物資の話ではなかったんですが、それにもつながるようなことで、まあ、スマートフォン、携帯電話に関する au さんの対応のまずさについてお話をしました。まあ、明日は、ちゃんと支援物資に関する活動を、したいなと思ってますんで、そのことに関するお話をすることができれば
いいかなと思います。今日はお二人のご視聴ありがとうございます。また明日もお時間ございましたら、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、今夜の日本語頻語の夜、この付近で終わりにします。失礼します。